しいということでどうも申し訳ないでございます。刻んでいこうぜ。実は俺の乳首10円はい、ということで小僧茂雄さん、お久しぶりです。3人揃うのさ、めっちゃ久しぶりじゃない？2019年ぶり、2年ぶり、2年ぶり、2年ぶり。小田フィールドで小田さんと僕が冬前に勝負したんですよ。100と150。150負けて100勝ったんだけど、逆か。何も覚えてない。何も覚えてない。そろそろ返した返して。あれ返しちゃった。新しいの取んなきゃ。はい、ということで本日なんですけれども、今日もね、ヨシコの練習を取っていこうというところなんですけれども。今日何ですか？200×6。いや、うるさっ。お前いるじゃない。おぉやめてください。追いつかせる。206本をリセット。12本200をちょっとやっていくというか、がっつりスピードを入れていく。僕にとってスピードを入れていくって感じなんですけど。なるほど。200が28秒から29秒でやっていく。お二人の力を借りながら、我々の力を借りながら。1セット目だけじゃない力が。1セット目だけ。1セット目きついな。僕らもこの後練習やる。あ、そうですね。ちなみにいつぶりやってるんですけど。2年あれ以来だね。インスタで走りますって言って一歩も走ってんの。これをアップにしていただいて、あの、この後小沢が京都も走ってくれるんで、そっちを楽しみにしていただいたということでございます。はい、それでは行きましょう。ダッシュで行こうぜ。走ってます。めっちゃ確認してる。大丈夫かなってめっちゃ確認しちゃった。かわいい。はい、めっちゃ。かわいい。いくぜ。31秒。さすがに遅すぎた。遅すぎた。チーフありますか？ない。一応決めました。頑張りました。さあ4本目です。さっきよりはスムーズな入りです。スムーズな入りします。いいね。1回目、2回目、よし、気持ち。3回目、良さそう良さそう。4回目。さあ、いいんじゃないか。どう？おー、いいね。小沢が時計を見た回数5回。ナイスペースです。あ、なんかバイオハザードみたいな画面的に。どうだった？きついっす。ラスト1本いってらっしゃい。
さっきヨスキーにも話してたんだけど、ピッチが俺と小沢とは全く違うから走りづらくないかなっていう話してたんだけど、とりあえず大丈夫そうでした。お、1回さあ、こっちにいるメーター何回か、1回しかいないぞ。2回、何秒？おー、完璧。お疲れ様です。お疲れ様です。3本、久しぶりで。割れそう。小沢の時計今8秒1だけど、うん、俺の時計7秒5だったから。7秒 そんな違うのどんなに違うの小沢の後ろ、なんか走りやすい。ほら、でしょ、周辺の後ろが走りづらいっていうわけじゃないんだけど、うん、ディスられたんだけど、小沢さん、僕明らかに楽なんです。あと1回で切ってあげてください。どこでもいいんで、5本目、4本、いや、どうぞ。マジで、はい、それで東洋大学授業であんまり撮ってなかったっすよ。あー、なんだかんだ撮ってたかな。マネージャーさん撮ったっけ。あ、マネージャーさんがね、すごい頑張ってくれたかな。22、23、はい、くれ、5、6、7、え、めっちゃ速い、大丈夫。7秒5、速くない？そう。ねえ、それがムシムシはすんだけど。ねえ、ない？あれ？24、25、26、27、28秒1。残り3本、こっからがきついっすからね。やばいやばい、どこにこうしてる。あ、かりそう。頑張れ。早くない？いいっすよね。うん、すごいな。20、21、22、23、24、25、26、27、28秒5。うわ、ケースが出た。ありがとうございます。これを4分、はい、4分です。いってらっしゃいませ。さあ、ラストです。いいね、これ800、いいとこ行ってんじゃないかよ。そしたら、もしかしたらね、みんなね、うん、やっぱこのペース以上には絶対800ならないんで、これをこんだけこのペースでこなしてるってことは、だからスパイスの動きも良くなってきましたね、だいぶね。はい、ラストタイム何秒。はい、完璧、ありがとうございました。お疲れ様でした、小沢さんも。最高。これどうしていいか分かんない。アイアンマン、ヨシキさんでした。ありがとうございました。本当ありがとうね。いや、最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。あ、こっちだ。